こちら相原。山本さん、急いで帰還してください。もう撤収かよ。まあいいや、ひとまず了解だ。よし、生産を始めよう。生産完了しました。生産が完了したぞ。敵が急速接近。これより応戦に移る。前機戦闘注意機を離脱。敵を捕捉した。これより攻撃を開始する。こちら相原。加藤さん、急いで帰還してください。こんなに早くか。ひとまず了解だ。よし、生産を始めよう。ミサイル接近。迎撃準備。
敵全滅を確認。遠距離ミサイル発射。了解。修理作業を開始しよう。修理作業を開始しよう。ミサイル接近、迎撃準備。全滅を確認。遠距離ミサイル発射。全速前進。全速前進。ミサイル接近、迎撃準備。
エリア内の敵全滅を確認。了解、修理作業を開始しよう。艦載機修理完了。遠距離ミサイル発射。ヤマト発進。よう揃おう。レーダーに反応があります。金属質の岩石のようですが。これは珍しい金属反応だな。工場での生産用資源として使用できるかもしれん。回収しておこう。ヤマト発進。折り返しいっぱい。ミサイル接近。迎撃準備。エリア内の敵全滅を確認。ヤマト発進。よう揃おう。遠距離ミサイル発射。食らえ。発射。ミサイル接近。迎撃準備。エリア内の敵全滅を確認。
発射。こちら加藤、コスモタイガー一番隊出撃します。こちら相原、敵部隊に突入し雷撃戦を仕掛けてください。了解。敵を捕捉した。これより攻撃を開始する。ヤマト、無事アルデバラン星系を切り抜けました。情報通り手ごわい感ですな。ラゼラ総議長、支配長の許可なく艦隊を派遣、総司令のあなたとはいえ本来は許されるものではありません。しかしあなたと私の仲だ、今回だけは見なかったことにしましょう。私が得た情報によると、ヤマトは旧式ではあっても我が帝国の最新鋭艦並みの装備を備えています。しかも乗組員は精鋭ぞろい。我々の常識では計り知れないほど奇抜で得意な作戦をもってして数々の戦闘に打ち勝ってきている。ヤマト討伐に関しては私に策があります。
今から大抵に一見して作戦行動の許可を取るつもりです。総司令のあなたからも私の作戦を指示していただけると非常に助かるんです。分かった、同席しよう。しかし貴君の言う情報とは一体どこからもたらされたのだ。それに策というのは。すぐにわかりますよ、その両方ともすぐに。しかしさすがに万能ロボットっていうだけのことはあるな。お手柄だぞアナライザー。いえいえ、天才ですから。アナライザーが缶を動かしてくれなきゃ俺たちみんなおだぶつだったんだもんな。ほんとそうですよね。当然のことをしたまでです。いつもはそう役に立ってはいないがな。やるときはやるのが男というものです。とにかくご苦労だった。見直したぞアナライザー。しかしユキさんにはまだ褒めてもらってませんね。ユキさん、ユキさん、このアナライザーはあなたのために頑張りましたよ。まったく調子のいいやつだな。助けてくれてありがとうアナライザ。いえいえ、そんな、愛するユキさんのためならばたとえ火の中水の中でも。アナライザ、あなた私が倒れている間何かしなかった？まさかお尻を触ったりなんかしてないでしょうね。行く。いえ、その私は何も。そう、私のお尻のところにやたらとオイルがついてたんだけど、これは何のオイル？いいえ、誰のオイルかしらね。行く行く。アナライザー、全言撤回だ。お前ってやつは。うるさい豆男、やりたいことはやれるときにやる、それが男だと佐渡大先生も言っておられます。こら待て。そして男は逃げるが勝ちです。待てと言ってるんだ。こらおい。笑い事じゃないわよ、もう。いいじゃないですか、今回はアナライザーのおかげで命拾いしたんですから、ちょっとぐらいは多めに見てあげましょうよ。まったく羨ましい限りじゃわい。機関長、何か言われました？いや、わしはその、どれ、機関室の様子でも見てくるとするか。よし、アルデバラン星系離脱。灼熱の炎を超え死に至る身体の変調さえアナライザーの孤軍奮闘により乗り越えたヤマト。この先強大な敵はさらに何を仕掛けてくるのか、そしてどのような敵が現れるのか。次に彼らを待ち受けているもの、それは予想だにしなかった敵との遭遇であるのかもしれない。